テスラタービンは、ニコラテスラが発明したタービンである。1913年に、ニコラテスラが特許を取得した。テスラタービンには、通常のタービンに見られる、螺旋状の羽根がなく、何枚かの円盤を相乗に組み合わせた構造を有し、境界層効果を利用する構造となっている。羽根がないことを強調する意味で、ブレードレスタービンと呼ばれることもある。同様に、テスラタービンは、 通常のタービンとは異なり、ブレードを持たず、境界層効果を使用するので、境界層タービン、コヒージアンマイナス型タービンや、プラントル層タービンとしても知られる。タービンが羽形状を有していないことから、耐久性に優れ、メンテナンスが容易である特徴を持つ。しかし、効率は、通常のタービンより劣り、実用化される例は経由である。 テスラが構想した、このタービンの応用の一つが、地熱発電で、著書アワーフューチャーモーティブパワーで、それについて研究している。タービンとは逆に、ポンプの分野では、テスラタービンの構造に似た、境界層効果を利用する複数の円盤を並べた、遠心ポンプとして、ブレードレスポンプが開発され、実用化されている。ニコラテスラ博物館のテスラタービンテスラタービン、テスラタービンは、 平滑な円盤、円盤の縁に作動機体を供給するノズルによって構成される。円盤表面での機体の粘性と吸着が抵抗となる。機体は遅くなり、螺旋状に移動しながら円盤にエネルギーを加え続け、最後に中央から廃棄される。テスラタービンのブレードレス設計テスラはこのタービンは蒸気や混合流体によって自律起動する高効率の変更を伴わずに、 製造の容易な便利な動力になりうると記したこのタービンは同様に高真空を伴う凝縮機にもうまく適用されうるそのような事例において大きな膨張費を得るために排気は比較的低温で凝縮機への吸気に適しているより良い燃料が使用されなくてはならず専用のポンプ装置が必要だが経済性が大幅に高まるテスラタービンシステムテスラその他 ありがとうございます。